群馬の由美子です。こんにちは。今日は2022年4月25日月曜日です。とってもいいお天気で、もうゴールデンウィークのような感じに、初夏のいい、一番いいですよね。今ね、いい感じになってきました。今日は暑いぐらいの陽気です。それでこのタイトルの通りですね、7月にマスクが終わるんじゃないかっていう噂が最近立ってますよね。おみそちゃんがねやってましたよね、何日か前にね。で、あ、そうなんだ、自民党の議員とかがマスクを終わらすっていうんで選挙やる、そんな選挙義務でもないのに、なんかそういう噂ですよ。それで、よかったね、やっと私たちの時代が来たなって思ったら、あの情報新聞でもね、そういう話題が載ってたっていうか、そういう兆候が見えましたので、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。上毛新聞ご存知ですか？群馬の新聞、上毛新聞、こちらですね、4月23日土曜日の新聞なんですけど、沼田市長選挙があったり、イエレン米財務長官とうちの財務省の人がねあったり、ゴーンさんが国際逮捕状とか、ウクライナ侵攻2ヶ月、こういったね国際的な話題も載っておりますよ、ちゃんと。ウクライナマウリポリの子供、あと天ぷらを踏み怪我、上告を受理せず最高裁とかね、サミットでねスーパーのレジ前に落ちてたお惣菜の天ぷらを踏んで転んだ37歳の男性が120万円払えってサミットに言ったんだって。でダメって最高裁の裁判長が決めたらしいです。上告はダメと。でも57万円の支払いを命じたって。そうなんだ、大変ね。まあそうですか。あとは、地球温暖化の話題なんかも載ってまして、幻の蛇納屋で発見、群馬県太田市、トウモですね、以前出てきたトウモ、目撃例が少ないことから幻の蛇と呼ばれる体長約30センチの白マダラを太田市の橋本敦さん72歳が自宅の納屋で見つけた。写真で珍しい蛇だと見たことがあったので、発見した時は喜びがあったと話した。発見したのは枯葉が積もっているところに紐のようなものが落ちているのが見えて、近づくと白と黒のマダラ模様をした白マダラがいた。日本蛇族学術研究所、同市藪塚町、スネークセンターですね、太田の藪塚のスネークセンター、そこに確認を取って本物と認定されたそうですよ。橋本さんはね、地面に這うような虫や動物に興味があるんですって。実際に見られて貴重な体験ができたと声を弾ませた、だって。ああ、よかったですよね。白マダラは本県の準絶滅危惧種に指定されており、毒はないため観察後は自然に返したと。ああ、よかったですよね。ちっちゃいエビね、なんかこれ私もどっかで見たことある気がする。それってこれなんですよ。これね、今日はじゃない、その前日22日暑かったですっていうね話題、新聞の最後の方のページで、桐生で 29.7 度、暑さ全国2位、これがねルナパークっていう、昔は前橋公園の一部だった、前橋公園って呼んでましたけどね私ら、そこにね遊園地があるんですけど、古い遊園地で、小さい遊園地でね、今でもやってまして、なんかね50円ぐらいで乗れるんじゃないかな、大体のものが50円だったと思う。でジェットコースターはね100円かな、まあなんかちょっと違うんですけど、まあ基準が50円なんですよすごい楽しいんですよね。で、ほら、皆さんどう思われます？この写真。あれ？この親子、
お母さんマスクしてるけど、お父さんと子供がマスクしてないよね。これをわざわざ写真で撮って載せるっていうのは、うん、ピンときたでしょう。うん、だんだんそういう雰囲気を醸成していくっていう、支配者層の、支配者層っていうか、あの、まあ、勝った方の支配者層なんですかね。あの、まあ、人類奴隷解放しようっていう、上の人たちが決めてやってるんじゃないかしらっていうね、そういう感じがしますよね。うん、7月中旬並みの陽気、子供がアイスクリームを頬張っていたと。ね、いいと思います。私ね、1年ぐらい前かな。ちょっとお付き合いでここ行ったんですよね。もちろんマスクしないでね。これでね、なんかちょっとその頃まだうるさかったと思うんだけど、名前書いたりとかね、なんかしなくちゃいけない。もう人数制限をしてて、コロナ以降ね、一回は閉園してたんじゃないかな。で、再開ってなったら、あの、名前書いてくださいみたいな感じでね、名前書かされてね。で、そこでもこう、マスクしないで素通りできるんですよね、私何か。なんか私気づかれてないんじゃないかと思うんですよ、マスクしてないことを。いつもそう思う。だいたい素通りできるんですよ。でもね、こうずっと遊んでるとなんか通報する人がいるんですね。あそこにマスクしてない人がいますみたいな、多分そういうことだったと思うんですけど、係員の男の人が来てね、マスクしていただけますかって言って、あね、ちょっと持病があって医者にマスク止められてましてねって言ったかな、忘れちゃった。うん、その頃、まあ、もしかしたら機嫌が悪くてしませんって言ったかもしれないね。うん、なんかね、そんな感じでね、まあ、ちょっとあそうですかって一遍引き下がったんですけど、そしたらね、もうちょっと偉い人が出てきてね、ちょっとこちらへみたいな、何ですかって、機嫌悪かったかなその時ね、うん、で、でまあお話ししましたらね、そうね、だからね、もう医者から止められてましてって一応そういうこと言ったかな、うん、でもね、まあそれでだからでね、ここね税金でやってるところでしょって、なんか第三セクターかなんかなんだって言ってましたね。で、だったらなおさらこれ人権侵害になるし、もしくは私に無理やりマスクさせたら強要罪で刑法223条なんですってよ。ちょっと事務所行って、どっか電話本社かなんか、それか市役所かどっかお電話してね、法務部とか電話して確認なさった方がいいんじゃないですかって言いました。そういうふうに、でっていう感じだったんですよ、その人もね。でもそれ確認された方がいいと思いますよって、あなたのために言ってるんですよっていう感じでね、ちょっとこうプレッシャーかけたら、なんか入っていかれてね、事務所入ってて、でしばらくして出てきたら、あ結構ですってご病気があるっていうことで結構です大丈夫ですみたいな、だから病気があるって言ってんでしょみたいな言って、ちょっとねその時ね機嫌悪かったんですね、私ね。でもね、病気があってもなくてもマスクしなさいなんて言っちゃダメなんですよっていう話もちょっとしましてね、その人も手のひらを返したようにですね、あすいませんすいませんっていう感じになってて、ちょっと私もね調子に乗っていろいろ言いました。その後ちょっと私お付き合いがないもんで行ってないので、どうなってるかわからないんですけど、うん、自由になったんでしょうかね、わかりませんが、まあとにかくこの親子は幸せそうにしているということです。写真の親子ね、よかったですね。やっぱりね、笹原俊さんがね、なんか
あのニコニコ動画 の、のインタビューの最初の10分だけを YouTube でも流してくれてたのがあって、 そこで言ってたのが、あの、気づいたことをこう、まあ、外に向かって言ったりして、そういうその意思表示をしなくちゃダメだと、しょうがないやっていうんで、あの権力者は強いもの、俺たちには何もできないって言ってしようしようってなってるようでは、やっぱり変わらなくて、私たちがこうやってブツ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 言ったりですね、マスクしないでうろうろしたり、そういうふうにしていることが、やっぱりこの地球を、世界を変えてるらしいです。もう笹原さんがそれ言ってくれてね、私ね、ああ嬉しい、私の影響力もあってこういうふうにマスク終了になってきてるわって、やっぱりいい世界になってきてるはずだってね、なんか思えましたね、うん、その結果がこの上毛新聞ですよね。だからあのね、そうね、私ね、ちょっとね、実は皆さんこういうこと言ったらどういうふうに思われるかなと思いますけども、自分の影響力がものすごいと思っていてだからちょっとセーブしてやってるんですよもうあのほら怖いから、自分の影響力がそういうふうに思う人って他にいないでしょうかね。有名人じゃなくてですよ。私本当に別にそのこの YouTube とあと学問道場に投稿する以外の活動は別にしてませんね。そういうなんていうかメディアでの、だから群馬の恵美子本当は芸能人で、あのそっちでなんか影響力を及ぼしているからそういうふうに思ってるんじゃないのっていうんじゃないですよ。分かってますよね、そんなことね。だから普通の人なのに、なんかすごく自分の影響力が怖いんですよ頭おかしいかな私。まあそれでね、ちょっとセーブしながらやってるんですけど、だから、まあ、皆さんもそれぐらいのつもりでね、あのおやりになったらちょうどいいぐらいかなって思いますね、うん。でまあせっかくなんでね、このルナパークの、ルナパークってこの公園のことですね。ここはね、萩原朔太郎という詩人がいますね。月に吠えるっていうので有名なね、そういう詩集がありますけども、あのその人は前橋市出身なんです。群馬県の前橋市出身。それでルナパークにてという詩を書いていますんで、それを朗読しようかなって思います。でその頃はここはルナパークとは呼ばれてなくて、割と最近ですね、2004年とかって書いてあったかな、ルナパークっていう名前にしたと。それはこの朔太郎がこの公園の遊園地のことをルナパークと呼んだ、その詩にちなんで、名前を変更したので前橋公園からね。まあそんなことでちょっと朗読したいと思います。ルナパークにて、萩原朔太郎。ルナパークの午後なりき、楽隊は空にとどろき、回転木馬の目まぐるしく生めく紅のゴム風船、群衆の上を飛び行けり、今日の日曜をここに来たりて、我ら模擬飛行機の座席に乗れど、片へに死する者は寂しきなり。何なれば君が瞳に優しき優秀をたたえたもうか、座席に肩を寄り添いて、キスする御手を押したまえや、見よこの飛翔する空の向こうに、一つの地平は高く上がり、また傾き、低く沈みゆかんとす。白母に迫る落日の前、我らすでにこれを見たり、いかんぞ人生を展開せざらん。
今日の儚き優秀を捨て、飛べよかし、飛べよかし。明るき四月の外交の中、危機たる群衆の中に混じりて、二人模擬飛行機の座席に乗れど、君のワルツは遠くして、片へに死する者は寂しきなり。ルナパークのね、詩です。これは飛行塔って呼んでますけど、これが朔太郎の言う模擬飛行機ですね。これ楽しいんですよ。これ朔太郎の頃からあったんですかね、こんな機械が。すごいね。これ楽しいですよ。で、私一番好きだったのはこのヘリコプター。これはもしかしたら代替わりしてるかもしれない、同じものかな、ちょっと覚えてないんですけど、この操縦桿でね、上下行けるんですよ、自分で。やっぱり自分でコントロールできるっていうのはものすごい楽しいんですよね。で、これがね、木馬館。これ、10円玉で乗れるやつでね。なんか、文化財かなんかになってますね、今ね。ルナパーク楽しいので、小さいお子さんのいる方は、行かれたらどうでしょうか。今日のおまけは、この方です。今、話題の、ファウチの奥さんという、ことなんですけれども、男性ではないかという話が出てきてます。それはあなた答えないんだったら奥さん呼んで聞きましょうかねって言ったんだって。そしたら彼はやめてくれと、何も知らないんだ彼は、いや彼女はって言ったんですって、さファウチがね。男性なんじゃないかっていう話にそれでなりましてね、この写真を見ると、うん、そうかもしれないって思いますよね。ところがこういう写真もあって、これさ、この左の写真の奥さんと右の写真の奥さんはなんか大きさがちょっと違いますよね。右の奥さんはなんか最初ね、あれなんか台の上に乗ってるのかなって思ったんですけど、そんなわけない。なんかやっぱり骨格も違うような男性的な感じですよね、右側の人。だから別人になってる感じですよね。で、このファウチはね、今やってる人がなんか別人らしいっていうようなことをね、前から聞いてたんですけど、このファウチはどうなんですかね。ちょっともう本当外人さんの顔はわからない。よく似た人を連れてきますよね。こういう写真もあって、この奥さんはね、小柄だから本物の奥さん、最初のね、女性の奥さんなのかな。どうなのかな、うん、わかんない。この人はどうなんでしょう。この人はオリジナルなんですかね、女性の方なのかな。これはおじちゃんだよね。もう本当にわからないことばかりで、世の中わからないことばかり。まあそんな感じでいろんな写真がありました。なんかこのファウチの奥さんクリスティンっていうらしいんですけど、元の名前がマックスウェルだっていう話でね、このギレイン、マックスウェル、ギズレインっていうんですかね、ちょっと名前わからないんですけど、このエプスタインの彼女ですよね。その人となんか兄弟だか、兄弟なんだって言ったっけな、ちょっとなんかね、そうなんじゃないかというような話とか、いろいろありますよね。まあ、でもまあこの人は明らかに男の人ですよね。興味のある方はそういうの最近いろいろ出てますから、ブログとか読んでみてください。で、最後にもう一つおまけはね、前回前橋刑務所のレンガの塀を映してきた動画を撮ったんですけれども、
そこのね正門のところ、今日通りましたら花水木がねピンクと白のが咲いてまして、わー綺麗だなと思って撮りました。やっぱりこの刑務所に入っている人たちっていうのはあのどんな人たちなのかな、やっぱり心が寂しくなっちゃって何か犯罪を犯しちゃったんだろうなって想像しますよね。あと一番やっぱり気になるのは冤罪の人ですよね。冤罪の人もいるんだろうなとかね思うと、まあ、こういう花水木なんか咲いてこれが中から見えるのかわからないですけど、あのお花のね波動っていうのがありますから、少しでも慰めになればいいなって、いい木を植えてやるなって思います。まあ、副島先生なんかはねあのこういう刑務所っていうのはそういう人たちの福祉施設だみたいなことを言ってた気がする。あのですからその、まあ、暴力団員っていうんですかね、ヤクザの人、暴力団ってさ呼ばれてさ平気で いるんかね、あの人たちは暴力団、あのうん、そういう人たちの、まあ、福利厚生のその施設であるとわかりますね。なるほどって思いましたね。まあそんなんでね、あのもうすっかり、初夏になる感じですね。じゃあさようなら、また今度お会いしましょう。